ザ・ニューヨーカーはアメリカ合衆国でコンデナスト社が発行する雑誌。元来は週刊誌であったが、現在5回の2週刊号を含めた毎年47冊が刊行されている。1925年2月17日に2月21日号として創刊された。創始者はニューヨークタイムズのレポーター、ハロルド・ロスと妻のジェーン・グラント。1952年。 ウィリアム・ショーンが第二代の編集長となる。その後、35年間、編集長を務めた。サリンジャーによればショーンは、ズバ抜けて控えめな、生まれながらの大芸術家編集者であった。1992年、タトラー・バニティ・フェアで、編集長を務めていたティナ・ブラウンが、編集長に就任。ティナは98年に辞め、トーク氏を創刊した。ルポルタージュ、批評。 エッセイ、風刺漫画、詩、小説などが掲載される。レビューやイベント情報はニューヨーク市の文化を主に取り扱うが、当詩はニューヨーク外にも幅広い読者を持つ。日本人の作家では村上春樹の作品が多く英訳されて掲載されている。2018年4月、日本の企業、ファミリーロマンスが展開していたレンタル家族に関する特集を報じ。 この記事は翌年に全米雑誌賞を受賞した。しかし2019年に同様のテーマでドキュメンタリー番組を制作した NHK において、鉄像の疑いが同国内の週刊誌などから報じられ、本誌でも該当記事の信憑性について1年半調査した、結果、情報源である同社経営者が記事執筆者を騙していたことが判明したとして、 2021年1月に、同省を返上していたことが、同年2月に報じられた。なお、同省が返上されるのは創設以来初めての事態であった。レンタル家族記事やらせ発覚で、全米雑誌賞を、小返上、情報源が、執筆者を騙していた。週刊新潮2021年2月19日閲覧。ありがとうございます。